中村照夫とは、台湾原住民阿弥族出身の元高砂牛隊員である。中村照夫には、日本名、民族名、漢名の3つの名前があり、民族名は、スニウオ、漢名は、李満照といった。本項では、他の日本統治時代生まれの台湾原住民の人物についても日本名を使用するが、初出の場合のみ、内に民族名と漢名を併記する。なお、戦後生まれの台湾原住民の人物については、漢名を使用する。中村照夫は1919年10月8日、台東町、広里トランクトラン省の農家に6人兄弟の末っ子として生まれる。中村は、小学校4年生まで成績は、オール5であり、野球や相撲が好きな少年であった。同級生の話によると、中村は、阿弥族には珍しく口下手で短気な性格であった。1942年4月、台湾で陸軍特別志願兵制度が開始されると、中村は自分の親指を切って出た血で願書を書いて志願した。翌1943年10月15日に村を挙げての見送りの中、同郷の宮田武夫と共に出征し、新竹にある台湾歩兵第1連隊に入営した。なお、中村はこの時新婚であり、妻の雅子と1歳になったばかりの長男弘を残しての出征であった。中村は新竹で基礎訓練を終えた後、1944年5月28日に高雄を出発し、7月5日にマルク諸島のハルマヘラ島に到着した。中村はここで、輝第2遊撃隊に編入され、7月12日に部隊と共に、諸台島に渡った。諸台島に到着した輝第2遊撃隊は、米軍の上陸に備え、徴用した諸台島民と共に山奥に物資を移転する作業に当たった。当時の諸台島では、日本軍の戦部工作が成功していたため、諸台島民と日本軍の関係は良好であり、さらに、高砂義勇隊員たちが使用する台湾諸語と、諸台島民の使用するインドネシア語は、同じオーストロネシア語族系の言語であったため、数シア語彙に共通点が多く、お互いに意思疎通が可能であった。そのため、高砂義勇隊員たちは、諸台島民と、積極的に交流し、中村にもアニファという恋人がいて指輪を送っている。しかし、この頃の諸台島では、後方からの物資補給が途絶えがちとなり、高砂義勇隊員たちはジャングルでバナナやパパイヤを採集して部隊に届けた。その量は1回で1人 100kg にもなることがあった。諸台島に上陸する米軍1944年9月15日。米海軍とオーストラリア海軍による艦砲射撃が行われた後、午前5時半に米陸軍が諸台島に上陸を開始した。上陸後の中村が部隊とはぐれた経緯は諸説あり、特に台湾では中村は逃亡兵であったという説もある。以下は中村が台湾に帰った直後に中村本人が甥の内田真二に語った話である。中村は上陸時山中の陣地にいたが、同じ部隊の数人と共に海岸にある米軍の橋頭保へ偵察に向かった。しかし偵察中に米兵に発見され、中村はバカ野郎と叫び、米兵に向かって38式風標銃を撃って、追ってから逃れたが、中村一人を残して偵察隊は全滅した。そして、米兵の追ってから逃げるうちに道に迷って、部隊とはぐれてしまい、ジャングルで潜伏生活を始めたのだと中村は内田に語っている。1974年当時、在インドネシア防衛駐在官であった湯野正夫は中村から話を聞いた後、逃亡兵には当たらないと厚生省や関係各省庁に報告している。なお中村は湯野に最初の数年間は内地人4人、プユマ族4人の戦友と共に潜伏していたと、証言している。中村と同じ輝第2遊撃隊の伍長で、プユマ族出身の岡田浩二は、自著の中で、中村は逃亡兵であると証言している。岡田によると、中村は、米軍上陸2日前の9月13日に、内地人の兵隊と喧嘩して、相手に軽い怪我を負わせた後、翌9月14日未明に、台東出身の小山弘義一等兵と共に、逃亡したとなっている。終戦後、1946年5月23日までに、諸台島から660人の日本兵が復員し、さらに1956年3月にも内地人3人、台湾出身者6人からなる、日本兵のグループが発見されたが、中村は依然として、ジャングルで潜伏を続けた。中村は、山の間の平地に小屋を作り、発見当時衣服は着用していなかったが、毎朝起床し洗面した後、宮城遥杯と体操を欠かさずに続け、38、式不標準の手入れも怠らないなど、ジャングル内でも、規則正しい生活を続けていた。暦は、月の満ち欠けから計算し、日は38式十方の中から火薬を取り出したり、虫眼鏡を使用して起こした。食料は自作の網やカゴで仕掛けを作って、川で魚を取ったり、狩猟穴でイノシシを捕まえたほか、小さな畑を作って、芋類も栽培していた。この他に、中村には、土屋大土という諸台島民の協力者がいて、土屋大土は年に数回中村と接触し、砂糖や塩、海の魚などを中村に分けていた。土屋大土は、中村と年が近かったために上陸直後から中村とは親しくしており、接触するたびに戦争が終わったことを告げて説得していた。しかし、中村は土屋大土の説得に応じず、自分の居場所を秘密にするように告げていた。1968年、病気になり、危篤となった土屋大土は息子に中村との交流を打ち明けた。息子は土屋大土の死後も、その秘密を守っていたが、ある時友人に中村のことを話してしまったため、島のどこかにまだ日本兵がいるという噂が、諸台島中に広がるようになった。この噂は、諸台島に駐屯するインドネシア空軍の耳にも入っており、1974年11月11日から12月12日まで、元機第2遊撃隊長の川島武伸が、遺骨収集団を率いて、諸台島を訪れた際に、川島は空軍幹部からこの噂のことを聞いている。そのため川島は、現地のインドネシア空軍に日本兵の捜索を強く要請し、これを受けて、インドネシア空軍が捜索隊を派遣することを決定した。こうして、スパルディ空軍中尉を隊長に、総勢11人の捜索隊が基地を出発し、12月17日夜に4人の偵察隊が目撃情報のあった島の奥地で日本兵らしき人物を発見し、スパルディに報告した。スパルディは日本兵との接触は明るくなってからに決め、日章旗と白旗とインドネシア国旗を持つ3人の隊員を決めた。翌12月18日朝6時、一行は野営地を出発し、7時45分に竹を切っている中村を発見した。中村は鳥やイノシシの鳴き真似をしつつ、周囲を警戒していたが、スパルディは中村との接触を図るべく、8時過ぎに事前に練習していた君が代を11人で合唱した。中村はこれに驚いて、左手で局部を隠しつつも、直立不動の姿勢をとった。君が代を歌った後、11人は続いて愛国行進曲を歌ったが、中村は歌い手が日本人ではないことに気づき、バカ野郎と叫んで38式風標銃を構え、スパルディに飛びかかった。捜索隊員たちは2人がかりで中村をスパルディから引き離し、落ち着かせた。落ち着きを取り戻した中村は、諸台島にまだ米軍がいるのかどうかをスパルディに何度も尋ねた。これに対しスパルディは、スハルト大統領の写真や、遺骨収集団の写真を見せて、インドネシアが独立したことや日本とインドネシアが友好国であることをアピールした。中村はそれでも、まだ半信半疑な様子であったが、スパルディと共に山を降りることを決め、支給されたインドネシア空軍の制服を着て、午前9時半に、下山を開始し、翌12月19日に空軍基地に到着した。ジャカルタの在インドネシア日本国大使館に日本兵発見の第一報が入ったのは12月25日で、12月28日には防衛駐在官の湯野正雄が空軍機で諸台島に行き、中村と面会した。中村は健康そのもので、氏名、所属部隊、本籍地などを尋ねた、湯野の質問にもはっきりとした日本語で答えた。この時、中村が台湾出身であることが判明したため、湯野は戦後30年の国際情勢の変化を説明し、日本と台湾が別の国となったことを説明した。中村は、湯野の話を特に取り乱す様子もなく落ち着いて聞いていたが、湯野に対して、日本は負けてはおりません。自分は日本に帰りたいと冷静に答えた。翌12月29日、中村は空軍の C-130 輸送機でジャカルタに移送され、市内の病院に検査入院した。この日の夕方には記者会見が行われ、福建語を話すインドネシア人が通訳として同席した。中村は福建語も理解できたが、日本語で喋る方が楽だと言い、後の質問はすべて日本語で答えた。中村はこの病院で30年ぶりに風邪をひいたものの、健康状態は良好で、病院で出された日の丸弁当も美味しそうに食べた。この間、中村の扱いをめぐって、日台間で水面下のやりとりが行われたが、故郷に帰りたいという中村の希望から、中村は中華民国政府発行の帰国証明書を受け取り、1975年1月8日午前8時20分、中華航空機で、ハリム・ペルダノクスマ国際空港を離れた。1月8日午後4時50分、中村の乗った中華航空機は、台北松山空港に到着した。空港には、大勢の報道陣が詰めかけていたが、中村は、北京語がわからなかったために台湾マスコミの質問には、答えられず、日本の記者に、中村さんと呼びかけられるたびに、その声のする方へ視線を送った。そして、中村は、空港で妻の雅子や、長男の弘氏と31年ぶりに再会を果たし、台北市内のホテルに案内された。中村一家は、オーナーの好意で、この日は用意された、スイートルームに宿泊した後、翌朝飛行機で、台東空港に飛び、そこからマイクロバスに乗り換えて、戦前に住んでいた大元村を目指した。大元村では住民たちによって中村の歓迎会の準備が行われ、会場となった大元国民小学校では李満照先生記連刊毎回の垂れ幕が掲げられ、大勢の村人と報道陣が中村の到着を待っていた。大元村に帰るまでの間、中村は家族との再会を大変喜んでおり、久々の団らんにくつろいだ様子であったのだが、バスの車内で、雅子が16歳年上の別の男性と再婚していたことを涙ながらに告白すると状況が一変した。激怒した中村は、歓迎会会場の手前でバスを停車させて雅子と弘だけを降ろし、自身は故郷のトレキ村にある内田の家を目指した。中村はその日、内田の家に入って、家人と二子と三子と会話すると、布団をかぶってそのまま出てこなかった。一方、このことを知った新しい夫は、中村さんが帰ってきたのは嬉しい。私はいつでも出ていくつもりだと雅子に語り、離婚に同意した。そのため中村は再び、雅子、弘と弘の子供たちと暮らすようになり、東川里に転居した。帰郷後、中村は、日本政府や台湾省主席などから合わせて100万元、余りの見舞金を受け取り、阿弥族一の大金持ちとなった。しかし、このことが原因で、中村一家は、他の阿弥族から疎まれるようになってゆき、中村自身も暴飲暴食を繰り返し、タバコを吸い、ビロウの実をかじり続けるなどすさんだ生活を送るようになった。この頃、中村は興行師の誘いで、花蓮市にある阿鼻文化村で日本人観光客向けのショーに出演していた。しかし、不健康な生活がたたって、結核や肝機能障害にかかり、1979年1月に台北の台湾大学附属病院で診察を受けた際には末期の肺がんと診断された。中村は入院中、見舞いに来た人に、日本に息子と一緒に行きたい。今手続き中だ。しかしこの病気では行けるかどうかわからないと語っていたが、日本に行くことはないままこの年の6月15日に死去した。中村の墓所は、台東県東側里の太平洋を見下ろす小高い丘の中原にあり、墓石には、明公、李正光照之墓と刻まれている。また、中村の発見をきっかけとして、日本人日本兵と台湾人日本兵との弔意金の格差が表面化し、台湾青年社の大井久徳らが1975年に、台湾人元日本兵の補償問題を考える会を結成して、デモを行うなど、差別解消を求める運動が活発化した。ありがとうございます。